今日は長崎孔子廟にお越しいただきまして誠にありがとうございます。初めてご覧になるあのお顔ぶれが今日起きてですね、さすが研究さんと思うところでございます。オリンピック始まりましたね。今日からいろんな、ね、種目が行われているみたいですけれども、長崎孔子廟に来てくださったこと非常に嬉しく思っております。毎週土曜日はこの長崎孔子廟は夜間開館行っております。文化的な夜遊びと銘打ってですね、多種多様な催しを行います。9時まで、はい、今から9時まで、日本演奏とかですね、そして伝統芸能である天然賞初めてご覧になる方いらっしゃいますかね。そのような、ありがとうございます。はい、楽しみにされていてください。いろいろな催しを行ってまいりますので、最後の最後まで、楽しみいただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。後ろの方からすみません、ご挨拶を送りました。私、長崎孔子廟の小林と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、早速ですね、今日最初にお届けする催しになります、2個の演奏をお届けいたします。この長崎孔子廟のロケーションにぴったりな、すごく風情のある音色をですね、皆様にですねお届けしたいと思います。演奏していただくのはメモリーズの皆様です。メモリーズ様、よろしくお願いいたします。今日、大変天気がちょっと少し雲が出てはいるんですけど、
だんだんと暗くなりまして、綺麗な星が見えるのではないかと思います。そんな思いを込めまして、見上げてごらん、夜の星を。そして、水槽の歌でもある、アメージング・グレース。そして、本来は秋の歌のようなんですけれども、情景がですね、ちょっと夏休みを思い起こさせるようなイメージということで、少年時代、3曲続けてお聴きください。Thank you.
で、またそのメモリーズの特徴として、まあ、先ほどからご覧いただいて、まあ、お聞きいただいて分かりますように三振が、私の2個の中にですね三振が入っておりまして、まあ、沖縄もですね先の戦争においては大変苦しい目に遭われて、私ども平和を願うメモリーズとしては三振を含めたこのメモリーズ沖縄の曲も聞きながら平和ということを感じていただけたらなと思います。そうしましたら沖縄の曲を3曲続けてお聴きください。芭蕉の曲笑う鬼灘荘です。
Thank you.
Thank you.
ケニコ演奏はメモリーズ様でした。ありがとうございました。素敵な演奏ありがとうございます。やっぱり私のニコ演奏がすごいに合いますね。最後ふるさとが聴いてた時、図らずしも泣きそうになってしまいました。とても素敵な演奏ありがとうございました。¡Gracias!